ありがとうの一言です。いっぱいみんなに支えられて、私が生かされてんだなっていうのを、しみを持って、ただ、ありがとうっていう感謝の一言だけです。それしかない。ただ一つに感謝的だ。いや、滝之助、母、浜の長男にもして。とにかくうちが貧しいから、生活保障されるところに働きに行きたいと。中国に就職を求めて、手稼ぎに出会って。学歴社会だったから、学歴のない自分には、公務員という職務に非常に大変だったわけ。戦前だよね、出会ったのは。田中屋遊びに行った時に、ああ、田中にこんな男の子がいるんだなと思ったくらいで、それほど関心はなかったんだけどね。まあ真面目にって言ったら、そんなことやったんだから、ちっとも真面目じゃないけど、仕事を一生懸命やって、高等小学校しか出てないのに、一生上までなったんだから、どれだけが努力したんだろうなと思って、今日やるのはこの人のおかげだなと思って感謝はしてます。この子はのんびり育てないなぁと思ったけど、のんびりした子にしたいなぁと思ったけど、弱かったんで、ずいぶん私もおっぱいが少なかったのは、それが初めてなので、おっぱいが少なかったりないなっていうのを気がつかなくて、ずいぶんかわいそうなことしました。おっぱい飲ませられないで一時痩せたことがあったんで、ずいぶん心配して医者前をしました。まず、本当に、のりひろと、慎太郎は可愛くて、どうしようもなくて育てたのに。本当、ばあちゃん病院にいて、天井眺めで1ヶ月そういうこと考えてて、愚かなことを考えてるって。なんでかそんな辛かったこととか苦しかったことを覚えてんだろうって。終わり良ければ今最高に幸せなんだから。子供たちはみんないい子に育ったし、孫だってみんないい孫で。今ももちろんで、最高に幸せなんだから。何も終わりよければ全てよしじゃないか。全部忘れちゃおうと思ったら、本当に忘れられる。だから、今は最高に幸せで、心の中は幸せだよ。みんなにありがとう、ありがとうって、感謝しかないです。それが病気になって、初めて死を宣告された時に、初めに味わう気持ちだな。そう思う。決して強くはないんだ。やっぱりばあちゃんだって弱いもの。だけどそういうふうに前向きに考えるほかないでしょ。それだけ。ありがとうだけ。